皆さんこんにちは。アドビコミュニティエヴァンジェリストのユージと言います。この動画ではですね、イラストレーターにたくさん用意されている文字を詰めるための機能をご紹介していきたいと思います。文字を詰める機能、いろいろありますよね。ただ用途や目的に応じてその、詰め方や詰める方法なんかはね、変わってくると思います。そこでね、数ある詰める機能をね、順にご紹介していきたいと思います。とはいえですね、基本となるのはやはりベタ組です。特に本文などのように読ませる文章、テキストの場合にはですね、やはりね、句読点で適度な息継ぎが必要です。そういった場合はやはりベタ組というのが基本になるんですが、やはりね、大きな文字サイズのタイトルや見出しといった部分はやはり詰めた方が、少ないスペースに大きな文字のサイズをね、入れることができますし、文字にスピード感や迫力や、そういった部分がね、追加されて、視線をね、そこに持っていくことができますので、やはり詰めるということは非常にね、重要なデザインの要素になってきます。はい、じゃあね、デスクトップの方に切り替えて、順にね、機能をご紹介していきたいと思います。はい、それではね、まず最初にご紹介するのはカーニングとトラッキングです。この機能はね、皆さんも日頃よく使ってらっしゃる機能かと思います。まずね、文字通路を選んで、文字の間隔を詰めたい箇所に、カーソルを置いていただいて、こちらのカーニングのところ、ゼロになっているところに、詰めたい場合はマイナスの値、広げたい場合にはプラスの値を入力します。ここでは100としましょう。マイナス100ですね。はい、確定すると、設定した箇所の時間が詰まるという形ですね。そしてトラッキング。詰めたい文字を全部選択をしたらですね、こちらのトラッキングのところ、こちらに今マイナスの値を入力すれば詰まるという形なので、ここではそうですね、マイナス100としましょうか、ね。はい、確定するとマイナス100だけ選択した文字全てが詰まるという形です。このようにですね、カーニングは文字と文字の間1箇所の時間を調整する機能、トラッキングは選択した文字全てに対して、詰めたり広げたりするための機能、これがね、カーニングとトラッキングという機能ですよね。じゃあですね、今度はジャスティフィケーションという機能をご紹介したいと思います。これはね、さほど、重要ではないというか、カーニングやトラッキングがね、使えればこの機能はあまり知らなくても不便なことはないんですが、一応ね、こんなことができるんだというのだけご紹介しておきたいと思います。ジャスティフィケーション、こちらの文字を詰めていきたいと思います。はい、こちらはですね、段落パネルのパネルメニュー、こちらの方にジャスティフィケーションという項目がありますので選択をします。するとジャスティフィケーション設定というね、ダイヤルが出てきます。はい、こちらの方で、設定をするということですね。ここですね、文字間隔というところ、こちら今ね、すべて最小も最適も最大もすべて 0% になっていますが、ここにマイナスの値を適用することで、テキスト全体に対してですね、トラッキングをかけたような効果を得ることができます。ちょっとね、やってみましょうか。例えば最小もマイナス20としましょう。で、最適もマイナス20とします。つまりね、0% からマイナス 20% の間で調整してくださいねという設定ですね。ただし、最適なのはマイナス 20% を使うという値ですね。プレビューにチェックを入れます。そうするとね、今詰まったのがわかるかと思います。これがビフォーでアフター。こういう形でですね、まさにトラッキングと同じような効果を得ることができるのが、この文字間隔という機能になっています。カーニングの機能があるのでね、この機能をね、わざわざ使わなくてもいいかもしれないんですが、こういったことができるよということだけ覚えておいてください。とはいえですね、このジャスティフィケーション、こういった場合には有効な機能です。ちょっとこちらのね、オーブンテキストの方で見ていきましょう。失礼いたしました、ジャスティフィケーションですね。はい、これはね、オーブンのテキストです。オーブンのテキストではね、ここの単語間隔というのがあります。これを設定することで、オーブンの単語と単語の間のオーブンスペースを調整することが可能になっています。これ一応ね、覚えておきましょう。例えば最小を、ここね、70% としましょうか。ね、で最適も 70%。いわゆるね、100% ではなく、ちょっとね、単語間のスペースを詰めたいよという時にね、使っていただくといいかもしれません。プレビューにチェックを入れると、どうでしょうか。これね、ビフォーとアフター。
単語と単語の間のオーブンスペースが詰まったのが分かります。このようにね、オーブン組み合いにおいてちょっとね、単語間のスペースをちょっと狭めたいなという時にね、まあ、ここ最適な値をパーセントで入力して使っていただくといいかなと思います。これもね、覚えておかれると便利な機能です。はい、これね、ジャスティフィケーションです。さあ、続いていきましょう。今度は文字詰めという機能です。こちらの機能はこの文字パネルのところにあります、ここの機能ですね。はい、デフォルトでは 0%、 いわゆる文字を詰めない設定になっているんですが、ここにね、プルダウンメニューがありますので、こちらから選択、あるいは直接数字を入力していただきますと 0% から 100% の間で文字を詰めることができる。ちょっとやってみましょう。文字ツールを選択して、今回ね、このるというひらがなのみをちょっと詰めてみたいと思います。はい、今ね 0% になっているので、とりあえず 30% してみましょうか。ちょっと文字が詰まったのが分かりますよね。続いて 70%、100% という形でね、はい、マックスが 100% です。つまり緩い詰めからきつい詰めまでができるのがこの文字詰めという機能です、ね、これもね、非常に便利な機能なので私はよく使うんですが、どういった理屈理論で動いているかと言いますと、こちらのね、あという文字をご覧ください。皆さんご存知のように、日本語っていうのは正方形の中に文字がデザインされていますよね。当然ですね、この正方形の中には、まあ、余白となる部分が存在します。で、この左右の余白の部分、このね、ちょうどこの図でいうと赤い部分ですね、これをサイドベアリングと呼んでいます。はい、要はこのサイドベアリングを徐々に詰めていく、いわゆる 0% から 100% の間で詰めていくのがこの文字詰めという機能です。はい、この詰め具合でね、要は緩い詰めからきつい詰めまでできるということです。これね、今一文字でやってますけど、選択した文字、いわゆる複数の文字を選択して適用することができます。でね、まあ、どういった時に使うのかというとですね、まあ、僕なんかは例えばこうね、テキストがあって最終行がこうる丸という形でね、一文字で終わっています。こういった場合、ちょっとこのる丸というのをね、追い込みたいなとか、どうしても一行を減らさなきゃいけないんだけどといったような場合にですね、こうテキストを全部選択をして、この文字詰めのところ、ここにね、若干、そうですね、ちょっと今回 15% ぐらいにしましょうか。はい、詰めてあげるとこんな感じで、一行減って収まるという形で、まあ、使ってあげたりすることが多いです。なので特にですね、中ゴシックとか小ぶりなといったような、かながちょっとね、小ぶりにデザインされたようなフォントの時にちょっと冷たいなというようなケースで私はよく使っています。またこういったケースでも非常に有用です。このね、これが大きな文字サイズのタイトルだと思ってください。2行あるタイトルです。1行目は漢字ですよね。最初の文字が漢字です。2行目の最初の文字はひらがなです。そうするとですね、どうしてもひらがなの方が下がって見えちゃうんですよね。そういった場合、まあ、どうするかと。昔はですね、デザイナーの方もよくこう1行目の1文字目の漢字の前にこうオーブンスペースを入れて、こうあとカーニングでとずらして調整するなんてことをね、されていた方もいるんですが、この文字詰めという機能を使うとですね、ちょっと見てみましょうか。こうね、適用します。こうだんだん適用していくとどうでしょうか。1行目と2行目の頭がね、揃ったような感じになるのがわかるかと思います。このような形で、複数行の頭を揃えたいなんていうこともね、可能な機能なので、まあ、ケースバイケースで使ってみてください。はい、で、この文字詰めという機能、実はですね、どういうふうに動いているかというと、先ほどサイドベアリングを詰めるというふうに言いましたが、皆さんがよく使われているカーニングやトラッキングというのは、設定した文字の後ろ側の文字を前側に詰めるというのが、これカーニングやトラッキングという機能なんですが、この文字詰めというのは、今ご覧いただいたように、設定した文字の前と後ろと両方詰める機能ですね。ちょっとね、詰めるための、まあ、理屈というかね、そういったものが違いますので、使えるケースもね、結構あるんじゃないかと思っています。はい、ぜひね、この文字詰めという機能もね、活用してみてください。個人的には詰め具合を調整できるのは非常に僕としては嬉しい機能の一つになっています。はい、さあ続いていきましょう。プロポーショナルメトリックスという機能です。これもね、まあ、結構使ってらっしゃる方が多い機能だと思います。今ね、ここにプロポーショナルメトリックスというカタカナがね、入力してありますが、やはりね、カナだとこう文字間が空いて見えちゃったりしますよね。これは冷たいという時にね、例えばプロポーショナルメトリックス、これね、オープンタイプパネルのところにこう
用意された機能です。こちらね、デフォルトではオフになっていますが、こちらをオンにするとキュッとね、文字が詰まります。これはですね、オープンタイプフォントのみで使用できる機能です。になっていまして、先ほどのね、文字詰めのように、緩い詰めからきつい詰めというように詰め幅を調整することはできません。フォントが内部に持っている詰め情報を参照して詰めるか詰めないかという機能です。この設定はね、フォントメーカーが設定した値ですので、比較的ね、こうパッと一発である程度美しい詰めが実現できるのがこのプロポーショナルメトリックスという機能です。私の場合はですね、例えばこう見出しで何箇所も出てくるような場合、ちょっと見出しを詰めたいようなケースで何箇所もあるとですね、いちいち詰めていくのが大変なので、プロポーショナルメトリックスを見出しに設定をして詰めて、組むというようなことを結構やっております。これもね、クリックするだけでワンクリックで設定ができるので、非常にね、手軽に簡単に文字を詰めることのできる機能です。ただね、詰め幅は調整ができないという部分ですね。はい、さあ続いていきましょう。今度はですね、カーニングの中に数値を入力する以外に、実はね、3つの設定が選択できるのをご存知でしょうか、ね、多分皆さんご存知だとは思うんですが、こちらを見ていただくと、メトリックス、オプティカル、和分とアバウト3つの設定があります。イラストエディターのデフォルトはカーニング0になっていますが、それぞれこの3つの設定を選択するとどのような動作になるかというのを、ね、しっかりと理解しておきましょう。ちょっとこれね、ややこしい部分がありますので、ぜひね、覚えておきおいていただきたいと思います。まずね、オプティカルからいきます。上の青い文字がカーニング0、ね、こちら0になっています。下の赤い文字がですね、これオプティカルという設定をしたものになっています。はい、見ていただくと分かるんですが、当然ね、この赤い文字の方が詰まっているのが分かりますよね。じゃちょっとね、これずらして重ねてみましょう。こんな感じで、カタカナは詰まってるよねというのはね、一目瞭然なんですが、オーブンのところをよく見ていただくと、若干ね、こうずれてるところがあるなっていうのがね、見て取れるかと思います。はい、これね、どういう機能かと言いますと、イラストレーターが文字の形を、判断をして、その形に応じて詰めたり、広げたりするのがこのオプティカルという機能です。文字ツールを選んでいただいて、こうね、文字の間にカーソルを置いてみてください。こうね、はい、例えばこの「お」と「プ」の間にカーソルを置きます。で、カーニングの値がどうなっているかというと、-79というのがね、確認できます。これね、パーレン、いわゆる丸括弧の中に数字がついています。今、これだけ、イラストレーターが自動的に調整しましたよというのがね、数字付きで分かるようになっています。なので、例えば今度、「t」と「i」の間、ね、見ていただくと、ここはね、-203詰めていますよというのがね、分かります。はい、で、その実際にどれだけ詰まったかというのを、それぞれね、この下の部分ですね、ここ。赤いね、数字で書いてあります。はい、で、これ見ていただくと分かるんですが、ね、バラバラですよね、数字が。その文字の形に応じてイラストレーターが、詰めたり広げたりしています。特にね、この辺りを見ると、ね、これ下の文字は信号の文字を使っているんですが、信号ってね、文字の作りが大きいので、漢字などが並ぶところではですね、詰めるんではなく逆にちょっとずつですけど広げているのが確認できるかと思います。はい、このようにですね、オプティカルを使うと文字の形に応じて、詰めたり広げたりというのをイラストレーターが自動でやってくれるという機能がこのオプティカルということになっています。はい、私が使うのはですね、かなり割と大きめの文字のタイトルなどで、詰めたいときにこのオプティカルという機能を、ね、使っていたりします。はい、とはいえね、最終的に、どの機能もそうなんですが、自分の目で見てもうちょっとここは詰めたい、ね、いやここはもうちょっと開けたいとかっていう場合には、やはりですね、手動でそれぞれ微調整を行っていくというのはやっぱり、ね、必要になってきますので、こういった機能一発だけではなく、後から自分の目で判断をして調整が、必要なケースも出てくるということですね。はい、で、これね、縦組みのものを見ています。ここ縦組みのところ、これね、カーニングは0、こちらはオプティカルとなっていますが、このね、オプティカルという機能、縦組みの方はね、反映されていないのが分かるかと思います。ちなみにね、先ほどご紹介した文字詰めなんかはね、ちゃんと縦組みでも、
まあ、地名が反映される機能になっています。はい、さあ続いてカーニングのメトリクスに行きたいと思います。この青い文字、これね、カーニングが0です、ね、こちらの赤い文字、カーニングメトリクス設定をしています。まあね、これ見ていただければすぐ分かると思うんですが、一応重ねてみましょう、ね、はい、2文字目の小文字の部分がね、詰まっているのが確認できますよね。ちょっと戻しますね、はい、さあこのメトリクス、どういった機能かと言いますと、ペアカーニングという情報、これね、実はフォント内に持っているペアカーニングという情報を参照して詰めてくれる機能です。どういう機能かというとですね、例えばこの作例のように W と A とか Y と O といったようにですね、特定の文字と文字が並んだときにどうしても、ね、間隔空いて見えてしまう文字の組み合わせってありますよね。特に大文なんかそうですよね。そういった場合はですね、その特定の文字が並んだときに文字を詰めてくれるという、その設定、文字をどれぐらい詰めるという設定をですね、このフォントが内部に、ペアカーニングという情報として持っています。それを参照して文字を詰めてくれると。ですから、オーブン組み合わせをする場合には、ね、カーニングは0ではなく、必ずこのメトリクスっていうのを選んでください。それだけでもね、こう、随分と組版の見栄えが違ってくるかと思います。はい。で、このメトリクス、実はですね、和文フォントにもメトリクス、ペアカーニングの情報を持ったフォントが存在します。はい、こちらね、平木の明朝を使っているんですけれども、これはね、カーニングがまず0、この青い文字はカーニング0です。そしてこちらの赤い文字はメトリクスというのを適用しています。もう見ていただいて分かる通り、カタカナなんですが文字が詰まっているのが分かりますよね、はい、フォントによってはひらがなやカタカナにペアカーニングの情報を持っていて文字が詰まるフォントもあるということですね。これはフォントメーカーによりますので、それぞれフォントによって違っています。じゃあちょっとね、こちらも、まあ、カーソルをね、置いていただいて見てみましょう。これね、マイナス150詰まってるのが分かりますよね。はい。糸2のところも、マイナス40詰まってると。その実際詰まってる数字を下のところに書いているんですが、この2と2のところを見てください。ね。これ、カーニング0になってますよね。でも、上と比べて見ていただくと、どう見てもですね、詰まってるんですね、これ。あれ、これどういうことということなんですが、実はですね、このメトリクスという機能、ペアカーニング情報で文字を詰めるんですが、それだけではなく、実はですね、自動的にバックグラウンドですね、こう、プロポーショナルメトリクスという機能も適用しています。先ほどご紹介したあの機能ですね、プロポーショナルメトリクス。つまり、プロポーショナルメトリクスで詰めて、プラス、ペアカーニングで詰めるというのが、このメトリクスという機能になっています。とはいえですね、これ、フォントを、文字を選択して、ここのね、プロポーショナルメトリクスのところを見てもオフになってるんですよね。実はこれオフになってるんですけど、ちゃんと裏側で、適用されていてオンになっているという形になっています。で、ちょっとこれね、注意点が必要です。このメトリクスという機能ね、非常に僕も好きなんですけれども、よくいただく質問に、例えばですね、ここ、E と2の間、ちょっともう少し冷たいということで、今、ここね、マイナス40になっているんですけど、これをもうちょっと冷たいので、マイナス100にしたいとします。これね、じゃあマイナス100を適用します。これでね、適用したときに、どう文字が動くかをご覧ください。適用しました。あれ？意と2の間がなんかあんまり変わってない気がするけれども、おかしいなと思うのはこのだと意の間。ここ広がったよねと。ちょっともう一回ビフォアしますね。ビフォアとアフター。ね、だと言う間も動いていますよね。設定をしていないにもかかわらず時間というか、まあ、位置が動いてしまうわけです。これなぜかということでね、結構これまでも多くの方に質問をいただいてきました。これ実はですね、後から手動でカーニングを調整しようとするとですね、裏で聞いていたプロポーショナルメトリクスが外れます。それによっていわゆる全体の爪幅というか爪が変わってくるんですね。いやいやいや、これこう勝手に外れたら困るよという方は多分多いと思います。そこでこれ一番下がそうなんですが、これね、メトリクスを適用した時には必ず合わせてこのプロポーショナルメトリクスを手動でオンにしておいてください。こうすることによって後から部分的にカーニングを調整しても関係ない文字はずれません。ちょっとねやってみましょうか。この意と2の間で、先ほどと同じようにマイナス100と
設定してみます。ね、「い」と「に」の間は詰まりましたけど、他の箇所は一切動かないという形ですよね。はい、このようにね、メトリックス便利な機能なんですが、後から手動で設定をね、こうカーニングしたりカーニングを変えたりすると、まあ、関係ない場所がね動いてしまうので注意して使ってください。必ずプロポーショナルメトリックスとセットで使うということをね覚えておいてください。はい、でこちら縦組です。これカーニング0、メトリックスを適用したもの、メトリックスに手動でプロポーショナルメトリックスを適用したものというになっています。ね、縦組でも、ちゃんとこの機能はね効くようになっていますので、まあ、ぜひね縦組でも使ってみてください。はい、さあ続いてカーニングの和分等幅に行きたいと思います、ね、カーニング3つあったうちの最後のね1つですね、和分等幅です。上の青い文字、こちらはカーニング0です。下の赤い文字、これね和分等幅を設定したものです。はい、ちょっとこれも、ね、重ねてみましょう。はい、まあ、見てわかるんですが、この Y と O の間ですねが、このメトリックスを適用した方は詰まってるのが分かりますよね。まさにですね、先ほどのメトリックスと同じように、オーブンのペアカーニング情報を参照して詰まっているというのが分かるかと思います。はい、とはいえね、名前が和分等幅ですよね。実はこの機能はですね、まあ、漢字やひらがなカタカナという和分に関してはベタ一切詰めません。だけどもオーブンの部分はペアカーニング情報、いわゆるメトリックスと同じですね、ペアカーニング情報を参照して、必要な箇所を集める。どっちがいいかといったら、どう考えても下ですよね。和分組み合わせの中でも最近はね、こうオーブンが混じるケースって非常に多いです。でも上の方にね、こう変に間が空いてしまうとみっともないですよね。はい、そこで、こちら下の方の和分等幅ね、ベタ組であっても必ずこちら和分等幅を、まあ、選択してください。でですね、イラストレーターのデフォルトはこのね、カーニングって実は0になっているんですけれども、インデザインは実はデフォルトが和分等幅になっています。はい、ですので、個人的にはですね、もうイラストレーターでもデフォルトはこの和分等幅を使っていただくのがいいんじゃないかと思っています。それだけでもね、この変なオーブンの空きをなくすことができるので、まあ、ぜひね、設定を変えておくことをお勧めいたします。はい、というね、まあ、カーニングには、メトリックス、オプティカル、和分等幅と3つあります。それぞれね動作が異なりますので、用途に応じて使い分けてください。まあ、個人的には、ね、デフォルトで和分等幅を選んで、目的に応じてメトリックスやオプティカルを、まあ、大きな文字サイズのところに使っていただくのがいいんじゃないかなと思っています。はい、さあそして続いて文字前あるいは文字後の空き量という部分を見ていきたいと思います。例えばこのようなテキストがあったとします。でここカッコここだけ冷たいなという時ですね、そういった時に手軽に使えるのが文字前の空き量、文字後の空き量ですね。ここですね、失礼いたしました。こちらですね。はい、はい、デフォルトでは自動になっていますが、空きなしとするとこのようにね、括弧の後ろ空きがない状態に詰めることができます。他にも、ね、8部とか4部とか2部とかね、全角とかというふうにね、変えていくことができます。このようにですね、目的の文字をちょっとねこう空きがなくしたり、こう2部開けたりとかいうふうに調整したい場合に使ってください。もう、それぞれ文字の後ろと文字の前と設定が2つあります。はい、でですね、この設定、まあ、あのテキスト全部を選択して、ね、どちらもこれね、空きなし、ね、空きなしっていうやってる文字組みをね、過去にも何度か見たことあるんですけど、これはお勧めできません。なぜかというと、基本的に文字組みというのは、この段落パネルにあるこちらですね。文字組み。文字組み空き量設定というので、いわゆる、句読点や括弧類といって訳物をどのように組むかというのをね、ここで反映というか選択して、それに沿って文字組みがなされるというのが、まあ、本来あるべき姿です。ここのね、上の文字前や文字後の空きをねこうなくしてしまって詰めるというのは あまりお勧めできる方法ではないので、ここだけどうしてもちょっと変えたい、ここだけどうしてもちょっと詰めたいとかねいう場合に、使っていただくといいんじゃないかなという機能だと思っております。
はい、ということでですね、イラストレーターで文字を詰める機能といってもね、実にたくさん用意されています。適材適所でそれぞれ自分のね、どこの部分がいいかというのをね、考えながらね、作業をしていただくと、より良い、こう組版、文字を詰めるための組版ができるのではないかと思っています。ぜひね、皆様のお仕事にお役立てください。ということで、この動画はこれで終了とします。どうもありがとうございました。